中島健人、セクゾでは夢が叶わない、ファンを置いてきぼりにした脱退の真相とは。中島の脱退で解散が加速する理由に驚愕。こんにちは、芸能ダイヤです。セクシーゾーンの所属レーベル名がトップ J レコーズからオーバーザトップに変更され、そして3月6日にオーバーザトップからの第1弾作品としてニューシングル「パズル」がリリースされることが発表され話題となっています。パズルは1月9日23時からフジテレビ「カンテレ」で放送スタートする中島健人さん主演ドラマ「カドラ11リビングの松永さん」の主題歌。パズルのピースのようにさまざまな形がある個性をお互いに認め合うことや人と人とのつながりがテーマになっています。作曲をペントハウスの波岡慎太郎さんが担当しており、これについて中島さんは、作曲は去年僕のソロ曲を作っていただいて以来交流が深まり、今では2人でプライベートでカフェに行く仲となったペントハウスの波岡くんです。ペントハウスファンとしてとても嬉しくテンションが上がりましたとコメント。この曲の音源はリビングの松永さん第1話の放送内で解禁されるとのことです。そんな中島さんは1月9日放送のラジオ番組セクシーゾーンの QR ゾーンに出演、3月31日をもって同グループから卒業する心境を明らかにし、一部ファンの間で物議を醸しているようです。スマイルアップは1月8日公式サイトを通じてセクゾが3月31日付でグループ名を変更するとともに、中島さんがグループを卒業すると発表。4月からは菊池風磨さん、佐藤勝利さん、松島聡さんの3人で活動していくことが分かっています。中島さんは番組冒頭、今このラジオを聞いてくださっている皆さんはすでにご存知かというふうに思っておりますと切り出し、続けて一人のアイドル役者として自分の目指すべき場所に向かって自分の力を全力で試してみたいと思い、一瞬に全てをかけてさまざまな挑戦をこの会社で新たにスタートしていきたいなと考えていますと説明していました。さらにドラマだったり1月のちょうどのこのスタートのタイミングで皆さんに今の自分をお見せする中での発表となりましたけども、メンバー同士で相談をして何度もお互いの考えていることだったりを共有し合いながら今回の答えに至ったという形になります。お互いがお互いの気持ちを理解し合った上での発展的な答えだと受け止めていますとしています。その上でしっかりと前向きにそれぞれが未来を作れるような、とにかくよりお互いがお互いのセンスを認め合えるような決断になったのではないかなというふうに思っておりますと決意を新たにしていました。中島さんはちょっと突然の発表となってしまったことに関してファンの皆さんを驚かせてしまったと考えていますので、申し訳ないという気持ちで溢れているのですが、グループ12年、私もちょうど3月で30歳になるというタイミングで、それぞれが活動の場所を広げていく中でしっかりと次なるビジョン考えが生まれてくるんですよねと話しています。その中でより成長するためにどうするべきか考えるタイミングなんですよね。エンターテインメントという世界でアイデンティティを大切にしながら発展的な未来にするためにはどうするべきか。今回のセクシーゾーンの答えは昨日発表があった通り、次なるフェーズにそれぞれが進んでいくということになったことをこの QR ゾーンにてご報告させていただきますと報告したのでした。中島さんだけではなくメンバーの菊池さん、佐藤さん、松島さんにとってもやっぱり新しいフェーズに進んでいく中でお互いが刺激し合える、そういう仲なんですよ。彼らの存在にこれからも刺激を受けていくだろうし、むしろ菊池も勝利も里ちゃんも自分がこれからいろいろな挑戦をしていく中でそれに刺激を受けてもらえたら一番嬉しいよねって思っておりますと続けました。さらに中島さんは、人生って長いじゃないですか、長い中で一生に一度しかない、この時間この一瞬全てをかけてこういうことをしたいとか、そういう挑戦っていうのを全力でこれから見せていきたいですよねとし、これからも僕はアイドルとして皆さんに対して命の限り恩返ししたいなと思っておりますと
今後もアイドルを続けていくと表明。最後には改めて発展的な答えですので、しっかりとそれぞれが前を向いて3月31日までセクシーゾーンという活動を充実させていきたいなと思っております、とファンに呼びかけていました。中島さんの説明を受けて一部のリスナーからは、世界を目指すアイドル俳優活動において他のメンバーとの熱量やスピード感が合わなかったのかなと思った、それぞれ発展的にと言われると解散に感じてしまうほどだった、セクシーゾーンというグループが大好きな自分としては今回の発表は寂しいし悲しいし辛いしネガティブな気持ちでいっぱいになってしまうけど、グループを思ってくれている気持ちは感じました。綺麗にまとめようとしてるけど、要はケンティのやりたいことはセクゾでは叶わないってことだよね、といった懐疑的な声も寄せられてしまっています。芸能プロ関係者はかつてジャニーズ事務所においてはグループから脱退するということは事務所から退所することでもありました。特にメリー喜多川氏が健在だった時はそれが絶対と言われてきました。メリー氏は創業家として作り上げたアイドルグループビジネスの掟を厳守してきた。カトゥーンの赤西仁さんなどソロ活動を望み結果的に辞めていったタレントは多くいますよね。ところがジャニー喜多川氏の加害問題もあり、旧ジャニーズ事務所は崩壊。今後所属タレントは今春から本格始動するというスタート ENTE RTEINMENT とエージェント契約を結ぶことになるわけで、グループから脱退しても会社に残ってソロで活動することもできる土壌が整いつつあるわけです。 ABCG から脱退した河合郁人さんも同じですよね、と芸能関係者は語っています。河合さんは40歳までに自身が MC を務める冠番組を持ちたいという思いから脱退を決意。2023年12月に ABCG から脱退しています。そんな河合さんは1月9日放送の情報番組どですかに出演。グループから脱退する中島さんについて中島がコメントでも言ってたんですけど、30歳の節目で一度の人生だからいろいろ挑戦したいってことを言ってたんですけど、ケント自身だけの気持ちだけでなくメンバーとたくさん話し合って決めた結論だと思うので、僕は素直に4人を応援したいと語っていました。河合さんと中島さんの脱退理由は共に自分が進みたい道を歩んでいくということですよね。確かにエージェント制に移行しグループから脱退しても会社に残ってソロで活動をするということはやりやすくなっています。ただファンとしてはメンバーが抜ける恐れのあるグループは応援しづらくなりますし、実際に推しのメンバーが抜けたらファン離れは急速に進んでいく。 CD 売り上げやコンサート動員にも影響が出て会社としても大きな収益を得られないでしょう。結果的にグループは勢いを失って解散が近づいてしまうというように、旧ジャニーズが築き上げたアイドルグループのビジネスモデルは崩壊してしまう懸念があるわけです。そしてそれが河合さん中島さんの例でわかるようにどんどん進んでいると、両者の決断を見て同様の動きをする後輩タレントも今後出てくるでしょうね。スタート社の福田敦社長はタレントの自主性を重視すると明言していることから、同社が本格スタートすればグループから脱退し個人で活動を続けるというタレントはより増えるかもしれません。ファンもそうしたことが分かっているからこそ中島さんの脱退にモヤモヤしていて、ケンティのやりたいことはセクゾでは叶わないってことだよね、といった声も上がってしまっているのではないでしょうか。ジャニーズ帝国は崩壊、今春から本格スタートするというスタート社と契約して旧ジャニーズのタレントたちは活動していくことになりますが、果たしてその行く末はどうなるのでしょうか。セクシーゾーンと中島さんの今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。